どうもアガポニです。今回はラネール渓谷の攻略です。それでは早速いきましょう。はい、流れとしては積乱雲内のナリシャクリア後ですね。まずはラネール砂漠西に着陸して、ここからクローショットで上に行ったところにある洞窟に入ります。するとゴロン族に話しかけられるので、会話した後にこの穴に爆弾を投げ込んで奥の瓦礫を破壊してから進んでいきます。で、ここがラネール渓谷になるわけですが、まずはね、この広場右側ですね。このサボテンの上にある爆弾をビートルで掴んで奥の岩を破壊します。で、この足場を使って向こう側に渡って左ですね、この奥に鍵が落ちているのが見えるので、これをビートルを使って回収して、ここの鍵を開けて入っていくと、浮遊している植物が見えるのでクローショットで掴みながら進んでいきます。するとここに時空石トロッコがあるので、剣をついて起動させて、近くにいるロボットに話しかけると動き出すので、この時空石トロッコと一緒に進んでいきます。ここはこのスイッチを踏むと扉が開きますね。このフロアは敵が複数体出てきますが、特にね、倒す必要はなくて、時空石の範囲外に出れば消滅するので、邪魔じゃなければ無視しても大丈夫です。扉付近にまたスイッチがあるので、これを押して扉を開けます。この足場の敵は邪魔なので倒しておいて、こいつも倒しておきます。で、ここの扉はこの右上のツタを登ったところにスイッチがあるので、これを押すと、先に進んでいくと今度は空中に足場が出てくるようなエリアになりますが、ここは左ですね。で、このツタから上の足場に移動して、反対側の壁の足場まで行きます。ここに敵がいて邪魔なので、こいつは倒しておいた方がいいですね。ちなみにこの辺りでトロッコは止まるので、ここでの行動はゆっくりでも大丈夫です。で、左上を見るとツタが見えるので、クローショットを使って移動します。すると、ここにスイッチがあるので押すと、トロッコを止めていた扉が開いてまた進み始めます。そしたらね、今度はさらに反対側のツタにクローショットで移動して、左側に移動していきます。壁の隙間から突風が出ているので、引いたタイミングで飛び移りながら進んでいく必要がありますね。で、ここまで来たら反対側の壁の柱ですね、クローショットの的が出てくるので飛び移って移動します。で、さらに反対側の柱と、こんな感じで柱から柱へと飛び移っていくというわけですね。時間をかけすぎると捕まっている的の方が現実に戻ってしまうので、まあ、つまり的がなくなって落ちてしまうことになるので、早め早めの移動がいいかと思います。
で最後はツタですね。この先は道が細くなって、さらに敵も複数出てきますが、邪魔じゃなければ特に相手にしなくても大丈夫です。かわしながら奥まで行って、この柵のところで鞭を使って奥のスイッチを下げると、さらに進んでいって、ここはかわしながら、この敵はね邪魔なので倒しておきます。でこの棒に鞭を使って向こう側に渡っていきます。さらにここも鞭を使って渡って、ここね植物の敵が出てきますが、相手にせずにトラップを避けつつ先に進んでしまった方が安全だと思います。でここはね複数のトラップがありますが、かわしながら進んでいくと、かわせてないですけどね、まあ 2,3 発食らっても大丈夫ということです。でここはですね、トロッコが扉のところまで来た状態でぐるっとダッシュして上の足場に上がっていく必要があります。砂部分は流砂でダッシュしていないと沈んでしまうので、途中にあるね頑張りの実を取りながらスイッチまでダッシュですね。でスイッチを下げると、でこのフロアもね敵が多いところなんですが、特にね光線を打ってくる敵が邪魔なので、こいつらを主に倒していきます。でここのスイッチを鞭で引っ張って扉を開けて進んでいくと、この途中の植物は無理に相手にしなくても大丈夫なので、隙を見て奥まで行って、で線路の上に岩があって、そこでトロッコが止まってしまうので、この場所からねビートルを飛ばして爆弾で破壊します。この敵も無視して、こいつはねちょっとタイミング的に邪魔になってしまったので倒します。で現代と過去の映像が入り混じっていたので少し分かりにくいところがありますが、ぐるっと一周してラネール渓谷のスタート地点に戻ってきたという感じですね。で雷竜ラネールがいるので会話をすると、なんかね病を患っている状態で歌うことができないということが分かるので、一旦雷竜から離れてこの奥にね移動していきます。ずっと進んでいって、この流砂も越えてここに登ります。で魔法の壺で砂の塊を吹き飛ばすと時空石が出てくるので武器で叩くと、すると命の木の苗を入手できます。その後はこの周りにある女神キューブや古代の花といったアイテムを回収しつつ、中央の方に戻っていって、ここのね足場が消えてしまっているので広場の時空石トロッコにビートルを飛ばして過去に戻します。でこの後はこのままフィローネ地方の封印の神殿に行きます。でこの時の扉から過去に行って、この場所に命の木の苗を植えたら、
そのまま現代に戻ってきます。そうすると木が育っていて実ができているので、前転アタックで落として命の木の実を手に入れます。そしたらね、もう一度ラネール渓谷に移動すると、で雷竜に生命の木の実を渡すと病気が治って、勇者の歌の一節を入手できるという感じですね。はい、これでラネール渓谷は完了となります。この動画少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。